はい、どうもカパ園長です。じゃあね、じゃあまずこの長野のこの立てこもりね、この4人殺害したこの青木容疑者のこの続報続きからいきましょうか。ひどいっすよね、ほんとね。ただね、昨日もちょこっと、いやーこれこういう風にならないといいけどなーって、要はこの精神鑑定とかさ、責任能力の有無みたいな、それをなんかちょっとねお伝えしたじゃないですか。うん、いやもうそういう話になってきてますよ。マジかよって。これ絶対さ、あ、もう当然これ弁護士ついて、あれ弁護士ついてましたよね。あ、普通つくんですよね。まあ特にこれほら、親父さんがなんかもう政治家じゃないですか。確かもうなんか、まあもう辞職したとかっていう、そういうニュースも言いましたが、辞表提出して受理されたみたいな。ね、中野市議会、市議会議長でしたっけ、中野市の。市議会の議長だったんですけど、もうなんか辞めたっていう話らしいんですけどね。うん、辞めてどうなるもんでもねえよと。ね、亡くなった4人も戻らねえんだぞと。そんなんで責任取ってなんか被害者ずらしてんじゃねえよぐらいにしか思わないんですけども。え、気の毒とも何とも思わないですよね。うん。あ、うん、ちょっと話はそれましたけども。なんかね、もう、それこそ、いや、精霊さんがみたいな。そういう類のなんかこのね、ざれごとほざき出してるらしいんですけども。もう絶対入れ知恵してるよね、誰かが。まあ、それともなんかもう、今時のこの、なんだろうな、こういう、凶悪犯罪とかさ、いたずらの域をとっくに超えた迷惑行為でもない、ただの犯罪だっていうふうに言ってた、ね、このバカッターとか、ああいうのもそうだけど、なんだかんだ言って自分で調べてさ、ね、いや、こういう時は、ね、このパクられたら、ね、こういう感じで返して、ね、頭おかしいふりでもしとけば、ね、最悪極刑は免れられるぐらいのことは多分予備知識としてあるだろう、やっぱり今時のこういうふざけたやからはさ、って思うんですけども、まあ、何っていうと、要はこの立てこもり容疑者、ね、この青木容疑者ですよ。もう明らか無罪狙いですよね。いやもうなんかこう本当、ね、精神になんか異常をきたした、まあ、いわゆるなんかあんまりこういう言い方しない方がいいのかな、この糖質発言っていうんですかね。まあ、そんなことをね、ざれごと吐き出したんだってさ。要はこのなんか、ほら、おまわりさん、警察2人の前にこの女性ね、命を落とされてるじゃないですか。ね、命奪われてますよね。うん。なんか悪口を言われた。なんか悪口が聞こえたみたいな。だからもうほんと精霊さんがみたいな、そういうノリなんですよ。悪口言われたと思ったから、ね、殺したんだみたいな。ふざけんなよって話ですよね。いや、これはもう極刑以外ありえないでしょ、だって普通に考えて。ねえ。そもそも僕は人数が一人なのかそれ以上なのかっていうところで、そこに線引きがあるのもおかしな話だと思ってるんで。ねえ、人の命奪った瞬間もう死刑以上だろ。どう考えてもって思いますけどもね。うん。むしろこれにね、この極刑、厳罰っていうところに関しては、最低ハムラビ流ですよね。ほとんどの場合がもうてめえ一人じゃもう責任取れないぐらいのことをやらかすんだからさ、凶悪犯罪者どもは。ね、人の命なのか、ね、それともなんか金額的な話なのか、それはなんかいろいろあるとは思いますけども。てめえ一人のね、うん、仮にこの命を差し出すなんていう、ね、そういう方法を自らこの取ろうとしたやつが仮にいたとしても、ね、そんなんでどうにもならねえんだよ。うん。だもうどう考えても最低限やっぱり極刑だ、もうなんかむしろそれ以上っていうのを作ってもらいたいけどな。うん、足りねえ足りねえねえ。ほんと漫画やアニメじゃないけど、貴様には地獄すら生ぬるいじゃないけどさ、ほんと死刑すら生ぬるいよ、この手のこういうふざけた連中はさ。うん、まあなんかね、どういう司法判断が下るのかねえ分かりませんけれども、この被害者の女性に悪口言われたと思って殺したと。射殺されると思ったので駆けつけた警察官も殺したとかって言ってんですよ。何言ってんだよな。え、こんなんでさ、責任能力の有無とかさ、まあ精神鑑定はもうね、うん、やるやらないで言えば絶対やるんでしょうけども。いやー、これはありえねえ方向になんか転がされそうな気がして嫌だなぁ。でね、親父は親父でさ、ね、この第一歩を聞きつけたときに、ね、なんかもう頭へ抱え込んで、ね、そのままにしゃがみ込んでしまったとか言って。なんで被害者面なんだよ。お前たちがかわいそうでも気の毒でも何でもねえよ。
むしろお前も一緒になって責任取る立場だろう。なんかこう、うちの子に限って、まさかうちの子じゃねえだろうなっていう、なんかそんな、なんかこうね、ブツ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 、みたいな、みたいな、そういう感じだったんだって、周りで見てた人が。マジでもう、グーで、顔面グーで いけよ、もうその場で、周りで見てたやつは。4人の命奪っといて、じゃねえんだよ、ほんと。ふざけやがってよ。なんかやっぱあれだね。いつの間にか日本国内でもこのなんか責任の取り方っていうかさ、ね、やっちゃいけないことをやったら、ね、言っちゃいけないことを言ったら、ね、どうなるっていうか、もうどうすべきみたいな、なんかそういう感覚がもうなんかない、頭おかしい、ポンパッパラパーみたいなやつがもう本当いつの間にか増えてるよね。うん。だから昔ね、でもこういうなんか事件が起きるとさ、僕は前にちょっとお話したことあったかな。もう、なんていうね、どこで起きた、なんていう事件で、容疑者とかも何さんだったか、ちょっともう忘れちゃったんですけど、僕は高校生の時ですかね。高校の時のね、英語の教師が、ね、まあ当時そういう事件があって、そう。登場人物も確かお父さんとその息子。で、確かお父さんの職業が確か同じこの高校の英語の教師だった。と思うんですけど、まあだからそのなんか、ね、普段そんな話しない。ね、そもそも授業以外の話なんてそうそうしないのに、なんかそういうなんかこう事件の話なんかしたのはやっぱり同じ立場、同じ職業だったから多分してたと思うんですけども、どんな事件かっていうとね、いやもう、札付きの悪、息子が、もう暴れ回ると、ね、家庭内でも外でも、ね、まあ外はまだ、ね、そこまでなんか本格的にね、もう人をなんか刺したとかさ、傷つけたとかさ、盗んだとかさ、なんかそういうなんかもう、どえらいことをしでかす前だった。ね、でももう家じゃもう会話もまともに成り立たないし、ね、うん、飯、金でなんかもう面白くなければ、親兄弟に、ね、暴力振るうみたいな、もうとてもじゃないけど無理だと。だお父さんは、ね、なんか息子が寝てる間に、なんかそこ、なんていうのかな、どういう手段だったかちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、要はこのね、よそ様に迷惑かける前に、お父さんがこう自らこの責任を取る格好で、ね、この息子にとどめ刺しに行くんですよ。うん。で、確かこのね、自首だったと思うんですけどね。うん。息子を殺しましたと。で、理由はこうこうこうで。ね。うん。こんなね、とんでもない息子をね、世に放って、よそ様に迷惑かけるわけにはいかないんで、うん。責任を取りましたっていう、なんかそんなような、なんか供述をしてたっていう話を、ね、まあなんか英語の先生がね、俺はこのお父さんは正しいと思う。なんか確かなんか、まあもっとなんか言葉はいろいろ、言い方いろいろあったと思うんですけど、まあ要はそういうことですよね。で当時はなんかふーんみたいな感じでしたけど、今なんか突然思い出してね、まあ突然というかこの間も突然思い出して話したと思うんですけども、やっぱりその通りだと思いますよ。ね、うん。だから当時なんかあんま意味はよく分かんなかったんですけども。ね。うん。今思えば、ね、ほんとその通りだったと思いますよ。うん。ね、要はガキの不始末はてめえ、親の責任っていうのと全くそのまんまじゃないですか。ね。で、もう手に負えないと。ね、どうすることもできないと。ね、どうすることもできない。じゃねえよ。うん。きっちりけじめつけてこいよ。っていうのが本当だと思うんですけどもね。うん。だからこの親父なんかも、結局はてめえの保身と、ね、なんか被害者面して、みたいな。そんなことしか考えてねえんだろう。うん。で、この人物像みたいなのも明らかになってきてね。なんかね、これもなんか嫌な感じなんですけどもね、本当かなって思うんですけど、なんか自衛隊に、ね、所属していた、そういう経験もあって、まあ、たかだか数ヶ月なんで、元自衛官という肩書きは、もうできれば使いたくないんですけど、こういう凶悪犯罪にはね。あとその、まあそこで覚えたんでしょうけども、このクレー射撃場、クレー射撃ってあるじゃないですか。まあ僕もあんま詳しくは知らないけど、ハイパーオリンピックみたいな、このビヨーンって出てくる、あれにこのガチャン、バイーンっていう、あれだよね。全然説明になってねえな。失礼しました。っていうなんか射撃場にのなんか常連だったとかね。うん。で、まあなんか親がもうね、まあ過保護すぎる。だからもうあの親父のね、あの様子がもう全てを物語ってますよね。本当だったらもうまず謝罪だろ？ね、謝って済む問題でも何でもないけど、ね、もう涙ながらにもう大変申し訳ない。ね、まずそうだろ。じゃねえんだよ。うん。親父まで狂ったふりかよ。ふざけやがってな。で、まあなんか元野球部で、
あだ名はね、青抹茶だって。なんだそれ、意味わかんねえ。もう最低死刑だよな。うん。で、まあなんかこの近隣住民もね、まあなんか畑やってたり、なんかこのジェラート屋さんもなんかやってたりみたいな。自社生産のこのフルーツをね、使ったジェラート屋さんをやってるみたいな。でもなんかもう、実質引きこもり状態でっていう、だこれもさ、マスコミもなんかそういうね、なんでそういう、ね、家庭環境がとかさ、その背景とか語り出すと、もうはっきり言ってうざいよね。ちげえよ。4人の命奪ったっていう事実があるんだよ。多分ね、そっからどうやってなんかこうね、もうこれは責任能力、ね、判断能力はなかったっていうことに持っていくか。うん。もうなんか多分そういう方向に、うん、もうあがいてくると思いますよ。あの手この手使って。絶対許したらダメだと思いますけどね。こいつ。なんかさ、この親族、ね、例えばこのなんか親もいて、ね、兄弟もいて、ね、このなんかもう、いや、誰かやらかして、ね、そいつのね、うん、さっきも言ったように、なんかそいつが自ら命を仮に差し出すなんていう、なんかそういうことがあったとしても、もうどうにもこう、だってそれで追っつかないじゃん。ねえ、てめえの命一つ。ねえ、だって、奪った命は四つだろ。うん。感情合わねえじゃん。うん。っていう、なんかこういう場合は、うん。やっぱりこの親類縁者、うん。ねえ、親兄弟で、やっぱり同じようにこの責任取らせる、なんかそういうルールが欲しいね。うん。だ結果、いやもうとんでもないことをね、しでかす前にっていうね、そういう親が増えたとしても、いや僕はそれでいいと思います。うん。ねえ、ガキの不始末は親の責任だよ。確実に取らせろ。ねえ、家庭内暴力でとか言って、ねえ、うん、なんで被害者面だよな。まあここに家庭内暴力があったかどうか知らないですけど。ねえ、全然無関係の。ね、悪口も、ね、だって警察官でしょ、ね、警察官2人は、ね、なんか殺される理由なんて何一つないぞ、うん、別に一般人よりも警察の方がとかそんな話してるわけじゃないですからね、うん、だって亡くなったこの犠牲だこの女性だって何の関係もない、ね、悪口言われた気がしてとかって何言ってんだよな。いやもうこんなね、ざれごと、よた話。ね、もうただの、もう本当なんか、極刑回避するためだけの嘘でたらめ。いやもうこんなもんさ、認めんなよ、本当に。犯罪者にもう人権すらねえよ。ね、僕から言わせれば。ね、弁護士つける権利ももう奪っていいと思うぞ。だからもう弁護士っていう、なんかそういうのをさ、ね、変えた方がいいよ。うん。本来はなんか被害を受けた人がね、代わりにこの法廷に立ってっていうはずじゃん。ね、加害側にこの弁護士はね、いらねえよ。なんか代理人とかにしとけよ。弁護士じゃなくて。うん。なんか町のなんかちょっと法律、一般より法律に詳しい誰かみたいなさ。ね。いや、弁護してもらう立場じゃねえだろ、そもそもが。罪を犯してる側がさ。うん。なんかその辺も含めてルール変えてもらいたいし、ね、ルール云々以前に、ね、やっぱこの法曹界、やっぱりこの反日売国税、汚染がひどすぎるんで、まともな判断なんかもう下せてるとは到底思えないんで、だからもうちょっとなんかもう本当本格的に掃除してもらわないと困るんだよね。うん、こんな凶悪犯をさ、ね、どうにかしてじゃねえよ。うん。ね、犯罪者守る暇があったら、ね、そのためになんかこのね、頭ひねったりなんか、ね、足動かす暇があったらよ。なんもそんな犯罪にこの手、ね、なんかもう手出すような、そんなことはせず、ね、一生を終えていく。ね、一般人、一般日本国民、日本社会を守るために頭使えよ。って思いますけどね。うん。いやー、これはなんかどうなるかわかんってか、もういきなりもう怪しくなっちゃいましたからね。うん。こういうやつを容赦なくね、うん、始末つけていける社会にしないと。だってもうただでさえさ、ね、この外国人が、ね、よその国からドゥンドゥクドゥンドゥク入ってきて、ね、ドバラシで、ね、不法滞在、ね、日本にいる資格すらねえやつらが、ね、次々犯罪を犯して、ね、居座り続けて、ふざけんなっていう。
そういう状況がずっと続いてるわけじゃないですか。うん、だからもうとにかくこの犯罪者にね、普通に犯罪者としてきっちり始末していく、そういう社会に変えてもらいたい。うん、犯罪者はどこまでも犯罪者だよ。うん、いや償うなんていう、ね、そもそも償うなんていう単語を、ね、使わせるのもおかしなレベルだよ、こんなやつらは。償いきれねえじゃん、だってどう考えたって。もう取り返しつかねえんだよ、人の命奪ってる時点で。償いきれねえんだよ。うん、じゃあもう終了させるしかねえよなって僕は思いますけどね。うん、今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。